わしは勝たねばならぬ。ひるむな政宗、わしを父を討て。何をためらっておる。構わん、撃て。撃つのだ政宗。伊達を潰すわけにはいかぬ。撃て。父を殺した上、家を潰したとあっては全言。小十郎、ご無礼お許しを。肩の力を抜いてください、政宗様。程度の傷、何でもありません。小十郎、しっかりしろ小十郎。散っていった家臣も、照宗様も、私も、あなたの目に新しき時代を見た。ですから。わかった。わしはもう父の死を悔やまる。新しき時代に向かって歩んでみせる。だから、小十郎、お前は絶対に死んではならん。承知いたしました、政宗様。